突然ですがニャンタコ訪問のお時間です。まず1件目は宅配住宅にお住まいの阿波助さんのお宅にお邪魔しました。最近は携帯でポチッとするだけで即納で届けてくれるんですから便利になりましたね。あともちろんですが家主さんは届けてもらえないみたいですね。2軒目はシェアハウスにお住まいの三吉さんのお宅にお邪魔しました。なんか辛そうですね。洗剤とシェアしてとても窮屈そうですね。3軒目は玄関先に捨てられて立っている母猫せいちゃんのお宅です。どっから見ても拾ってくださいですね。最後は非常用倉庫にお住まいの阿波助さん、いました阿波助さんのお宅にお邪魔しました。ペットボトルも入ってて狭くないんですかね。この狭さがたまらないんですね。また次回。